蘇我昭白、雪山道地図。鳥山石炎、金尺がと俗百鬼より、鬼鬼山地獄の赤鬼像、別府温泉の一角をなす鬼山地獄に所在。追名の鬼、兵庫県三木市の連下寺にて。鬼は一般に、日本の妖怪と考えられている伝説上の存在。民話や郷土信仰によく登場する。日本語では、たくましい妖怪のイメージから。 強い、悪い、怖い、ものすごい、大きなといった意味の漢視として使われる場合もある。脳鬼といった用法も見られる。現在、一般的に描かれる鬼は、頭に2本、もしくは1本の角が生え、頭髪は細かく縮れ、口に牙が生え、指に鋭い爪があり、虎の皮のふんどしや腰布をつけていて、表面に突起のある金棒を持った大男の姿である。 色は赤、青、黒など様々で赤鬼、青鬼、黒鬼などと呼ばれる。鬼は人に危害を加え、さらに人を食べてしまう存在と考えられることもあった。地獄において炎魔王の下で猛者を責める国卒としての鬼のイメージが現在もよく知られている。また、定まった姿は鬼は童子と名付けられる場合があった。これには酒、 同時の名で呼ばれる大鉱山の鬼が最もよく知られている。今でも日本の山や山地にはかつて鬼が住んでいたという伝説で彩られたものが少なくない。現在、悪いもの、恐ろしいものの代名詞として使われることの多い鬼という語であるが、例えば鳥取県宝器町では村を守った強いものとして鬼を崇めていたり、青森県の岩木山では 鬼の善行に感謝して、神社の神として鬼を祀っているなど、これらの他にも、日本の各地には鬼を全的に捉え、また、異形の念で見ている例が少なくない。節分の豆まきに見られるように、鬼が厄災をもたらすとする信仰も根強いが、全く逆に、鬼が悪霊を追い払い、人に幸福をもたらしてくれる存在と考えている例も少なからず見られる。一方、 中世の農楽の世界では、鬼を人の怨霊と化したものか、地獄のものとする例が多い。昔話の中の鬼は、一種の英雄譚の中で、定型的に懲らしめられる悪者の役を負わされていることが多い。鬼が悪者であったとする現代の鬼の一般的イメージは、ここから広まった部分が大きいとも言われる。以上、日本の鬼は、悪から善や、 神まで多様な現れ方をしており、特定のイメージで語ることは困難である。単純に悪者とはできない。ただ、恐ろしげ、力強く、超人的のイメージは、多くの鬼に共通しているようである。また、鬼は、端的に言えば、想像上の鬼と、他方、鬼や鬼の子孫とみなされ、あるいは、自称した、実在の人たちの存在があったと言われる。ただ、実際に、 鬼として語られていたものはこの両者のイメージが混じり合ったものが少なくなかったというのが民族学における通説である。鬼には苦手なものがあると言われている。匂いのきついもの、尖ったもの、イワシを焼く時に発生する大量の煙と周期などを鬼は嫌うとされている。鬼はまたヒイラギの葉の棘によって目を刺されることを恐れる。そこで節分には 季節の境目から入り込んで来ようとする鬼を玄関先に飾ったヒイラギとイワシで撃退する風習があり、この魔よけの風習をヒイラギイワシという。文芸評論家のババアキコは5種類に分類している。民族学上の鬼で、ソレイヤチレイ。山岳宗教系の鬼、山伏系の鬼、霊、天狗。仏教系の鬼、邪気、夜ラ羅雪。人気系の鬼、 盗賊や凶悪な無用者。炎婚や憤怒によって、鬼に、変身の変身探検の鬼。鬼という漢字の原義は、死者の魂である。馬場によれば、もともとは資料を意味する中国の鬼が6世紀後半に、日本に入り、日本に固有で古来の、鬼と重なって、鬼になったという。ここで言う、鬼とは祖霊であり、地霊であり、目一つの姿で表されており、 石岩という神の印を帯びた神の眷属と捉える、味方や、一つ目を、山の神の姿とする説もある。いずれにせよ、一つ目の鬼は、狩料というより、民族的な神の姿を彷彿とさせる。また、日本書紀には祀ろわぬ、邪式神を、邪式、鬼者としており、得体の知れぬ、神や、者が、鬼として観念されている。説話の、人を食う凶暴な鬼のイメージは、 神、物から仏教の極気、怪獣、妖怪など想像上の変形から影響を受けて成立していったと言える。平安の都人が闇に感じていた恐怖がどのようなものかが伺える。また、大東文化大学講師の岡部隆史によれば、鬼とは安定したこちらの世界を審判する異界の存在であるという。鬼のイメージが多様なのは、 社会やその時代によって、異界のイメージが多様であるからで、末浪わぬ反逆者であったり法を犯す反逆者であり、山に住む異界の住人であれば、鍛冶屋のような職能者も、鬼と呼ばれ、異界を幻想と例えれば、人の怨霊、地獄の羅刹、夜叉、山の妖怪など再現なく鬼のイメージは広がると、している。平安時代から中世にかけての説話に登場する、多くの鬼は、 怨霊の化身、人を食べる恐ろしい怪物である。京都北西の大鉱山には、主天童寺と呼ばれる鬼の親分が、本拠地を構え、茨城童寺をはじめとする多くの古文を、統率していたといい、その描写は、赤毛で、角があり、髭も髪も眉毛も繋がっており、手足は、熊の手のようで、京の町からさらってきた若い女性の肉を、常食していたという。 伊勢物語第6弾による、女を連れて逃げる途中に鬼に女を一口で食べられる話があり、ここから避難に会うことを、鬼一口と呼ぶようになるが、岡部隆はこれを、戦乱、災害、飢饉などの社会不安の中で品質する人死にや、行方不明を、異界がこの世に現出する現象と解釈したものであり、人の体が消えていくことのリアルな実演であり、 この世に現れた鬼が演じてしまうものと推測している。また岡部は、鬼は、異界の来訪者であり、人を、向こう側の世界に拉致する悪魔であり、昔話のように服を残して去る神ともしている。異界と幻想される地名として、大鉱山が著名であるが、それは京の都として、異界の山であったためであり、異界としての山に接する地域には鬼伝承は多い。 二小学者大学教授の小山里子によれば、平安時代には、仏教経典に基づく鬼、もののけや、正体定かではない資料が、鬼として描かれたもの、液心として登場する鬼などに特に区別はなく、大きな身体、一つ目、大きな口、角、赤いふんどし、手足が三本指などの特徴が示されることが多く、これは、仏教経典に描かれた鬼の図像の影響が、 大きいと指摘する。国文学者、安倍清路、歴史学者、松本新八郎、評論家、馬場明子が指摘するように、鬼の形態の歴史をたどれば、初期の鬼というのは皆女性の形であり、源氏物語に登場する鬼とは、怨霊のことであるが、渡辺綱の一条戻り橋に出てくるように、初めの頃は女性の形で出てくる。鬼の語は、斧が転じたもので、元来は、 姿の見えないもの、この世うならざるものであることを意味する、との一説が古くからある、一。そこから人の力を超えたものの意となり、後に、人に災いをもたらす、伝説上のヒューマノイドのイメージが定着し、さらに陰陽思想や浄土思想と集合し、地獄における、獣王配下の極卒であるとされた、とも考えられる。古くは、鬼と読む以前に、ものと読んでいた。 平安時代末期には鬼の読みにとって変わられたものであるが、奈良時代の仏足石化では、四つの蛇、五つのものとあり、妖霊が見られ、源氏物語母木儀には、ものに襲われる心地してとある。これらのものは、縁根を持った霊イコール音量であり、邪悪な意味で用いられる。百鬼夜行、平安時代に、都の中を歩いて行くとされた化け物行列のことである。 宇治周囲物語巻の十七で修行像が流泉寺という寺で百鬼夜行にあったという話が語られている。また、今尺物語集巻十四には若者が百鬼夜行にあったという話が収められている。当時、百鬼夜行を目撃すると死んだり病気になるなどと恐れられていたが、この二つの話はいずれも信仰神を助けたという話に帰結している。 赤鬼、青鬼、宇治周囲物語巻一には、小太り爺の説話が書集されているが、爺が目撃した鬼として、赤いものや、青いもの、目が一つのもの、口がないものなど、様々な異形のものがいたとしている。色ごとに、性格も違うという。また、役を持つ鬼を、穏やか鬼と呼んでいる。藤原千下戸の四季、藤原千下戸に刺激されたと言われる四人の鬼。 羅折国、大東西域木巻十一1総から国の総から伝説の女羅折国と似た混弱物語集巻5に登場する総からが漂着した女性の鬼しか存在しない島。後に日本の南方あるいは東方に存在すると信じられるようになった。泣いた赤鬼人に化けて人を襲う鬼の話が伝わる一方で憎しみや嫉妬の念が満ちて 人が鬼に変化したとする話もある。代表的な例としては、脳の鉄輪やもみじ狩りに,りに嫉妬心から鬼と化した女性の話が伝わっている。般若の面はその典型である。両人秘書には女が男を呪った歌として、各密性ひたる鬼になれと記されており、このことから12世紀末時点で人を呪いで鬼にしようとしたこと、また、頭に、 角が生えた鬼といったイメージが確立していたことがわかる。これは自発的に鬼になる事例とは異なり、相手を鬼にしようとした例と言える。主言道の縁の行者の使い気である前気、後気は共にその子孫が人間として、その名の村を構えている。仏教でも似た例はあり、比叡山の痩せの村の伝承には、村の祖先は我が立つ、蕎の初めに、 伝梁大使に使われた鬼の光栄であると称している。このように宗教界の偉人の使い気を先祖とする例が参見される。織口忍の解釈では、痩せの伝承は本来鬼ではなく神であり、仏教を受け入れたことによる変化としている。珍しい事例として、今弱物語集巻二十代に記された話には、 藤原明子のもののけを払った縁から親しく、交際するようになった、大和国桂木金剛さんのひじりが、後に暗殺者のお手を逃れ、崖から転落しながらも生き延び、再会した時に、生の道を捨て、恋愛の鬼となったと語る場面がある。鬼の容姿は裸で、頭は特等、身長は八尺、肌は漆を塗ったかのように真っ黒で、木はまるで金属製のご案 山賊のような凶悪な存在ではないが、朝廷で無用者扱いを受けて、鬼扱いをされ、生自身も恋愛の鬼となったと悟る。鬼であると、自他共に認めてしまうが、藤原秋子が没する晩年まで交際を続けた。朝廷にとって、不都合な存在を鬼とする一事例と言える話である。中国で鬼という場合、死霊、死者の霊魂のことを指す。に、日本で言う。 幽霊の方がニュアンスとして近い。中国語では、直接、鬼と呼ぶのはタブーであることから、遠曲して、公兄弟とも言う。また、日本にもこの思想が入っており、人が死ぬことを指して、奇跡に入るなどという言い方があるほか、元来の意味合いと混交したイメージでも捉えられている。中国文学者、駒田晋司によれば、中国では、遊幽魂、暴魂、亡霊などが、 人間の形で現れたものを鬼と言い、多くは若い娘の亡霊で、この世の人間を恋したって、情報を求めてくる。見た目は人間と変わらないばかりか、絶世の美女であることも多いため、現れるのを待ち望んでちぎりを結ぶ話や、別れを悲しむ話、再会の約束を果たそうとする話などもある。人間に生き返る話や、子供を産む話、妊娠中に死んで、 墓の中で子を産み育てる話、密通により身ごもる話などもあり、一般には人間は亡霊と上皇し続けているといずれ死ぬというのが中国の亡霊説話の主流であるという。日本でも教養ある平安貴族の中には資料の意味で鬼という言葉を用いている事例があり、藤原さねは関白、藤原頼道がおじ、藤原道隆の鬼霊。 三によって、病に倒れたと記し、藤原頼長も鳥羽法王の病が、祖父白川法王の鬼につかれたものであると記している。また、この時代に描かれたと推測されている、キ備大臣日東絵巻にも、奈良時代に、塔で隠しした安倍中丸が、家族のことを心配して、剣闘士時代の同僚であった、キ備真き火のもとへ、鬼の姿で現れるが、 赤いふんどしをした裸の姿で、頭には一本角と逆立つ髪の毛、真っ赤な肌、大きな口に鋭い歯、手足の指は三本ずつという姿になっていた。これを見たマきビは人に会う格好ではないと追い払ったところ、後日になって、今度は遺憾を整えた中丸をが再び、真尾を訪れたが、赤い肌と三本指は隠せなかった様子が記されている。また、中国では、 鬼とは猛者に限らず、この世のものでないもの、化け物全般を指す言葉でもあり、貝塚ズカ刺激によれば、鬼という字は、ゆと人から成り立っており、人がよし、すなわち鬼の正体が何かについていくつかの説が唱えられているが、それを対別すれば、鬼が人間の精神活動の産物であるというものと、鬼の現像として何らかの実体が存在したというものに分けられるであろう。 蒸気、鬼に関する諸説説中にも鬼の正体説がいくつか含まれているが、以下では鬼の現像として実体が存在したと考える説の、うちの蒸気以外に今まで比較的よく知られてきた説について述べる。鬼の正体が金光石であるとの説がある。金光石とは古くの鉱山採掘や金属精錬、金属製品生産など、 金属に関する事業に携わっていた人たちである。若尾逸夫はこの鬼イコール金郊施設の提唱者で、1981年に鬼伝説の研究でこの説をまとめたものを発表した。この説の中で若尾は日本各地の鬼伝説地が同時に鉱山地でもある場合が多数あることを指摘し、また伝説中の鬼がその話中で金郊に密接に結びついている例も、 少なくないことも指摘し、鬼が金衡子であったのではないかとの説を唱えた。若尾のこの説に対しては、当時、反発や、会議的意見もあったが、4. 蒸気書が発表された後、この説に同調する論考が増えている。確かに、鬼の代表格とも言える視点同時は、現存最古と言われる、絵巻の中でも、髪は茶色で、目も明るい色をしている。赤い肌は、 日焼けの比喩と考えられる。また、体格も非常に大きい。江戸時代にはすでに鬼が海外より日本に上陸した海賊ではないかという俗説があり、明治時代にはやはり俗説として鬼イコールロシア人説があった。現代においても鬼の白人説は一部には根強く信じられている。一方、近年の人類学の一分野である。 分子人類学の発展により、日本人の遺伝的蘇生が次第に調査されてくると、それらの調査研究の一部に、日本人の中に白人系由来の遺伝子がわずかながら存在している、可能性を指摘する研究が出てきている。5。そして、その研究の一つで、白人的遺伝子を持つ人が比較的多いと推測された東北地方の一部、地域は、鬼や生ハゲ、 古代エゾの伝承を色濃く残す地域とよく一致しているとの指摘もある。ただし、上記の鬼イコールロシア人説は、ロシア人の歴史地理的分布と鬼の存在した時代を比較して、ほぼありえない。そこで、白人的遺伝子を持った存在としての鬼の由来についての別の説明も一応存在している。山マ山バ,バイコール白人説の節も参照。 種名和妙に形容的に用いられるこの例も参照昔の日本人は身の回りの生き物を呼び順流すにあたって鬼の名を巧みに使ってきた。同類と思われる生き物同士の比較において大きいとされているものより一際大きいという特徴を備えたものに対して用いた五構成要素が窃当時鬼であった。この概念は近世日本の本像学に取り入れられたのは もちろんのこと、西洋の自然科学である分類学でも踏襲されており、新種や解明を要する種の新しい和名を考案する際に用いられ続けている。具体的には、同類の中で通常の範疇にあって大きめのものは、王を冠して呼ぶのであるが、その大型種を凌駕するような大型種は、鬼を冠して呼ぶのである。鬼ネズミ、鬼大橋、鬼アジサシ、鬼五重から、 鬼かます、鬼をこうぜ、鬼あんこう、鬼とまきえ鬼あさり、鬼くわがた、鬼あんま、鬼あどかり、鬼グモ、鬼ゆりなどを例としてあげるが、これら以外にも、おびただしい数の生物に、鬼の名が用いられている。窃盗時、鬼の用法は、上術のような大きさの比較ばかりではない。印象的な突起部を有することで角を有する鬼と、紐付けされた結果の名付けもある。 鬼ヒトデと鬼ナマコの名は全身棘で埋め尽くされたまがまがしい形態を角を持つ恐ろしい鬼と紐付けされた結果なのか大きさ比較から来ているのかはっきりしないものの実際の形態は前者により説得力を持たせる。鬼バスの名は恐ろしげな鋭い棘を備えていることに由来するとされている。他にも白鬼竹など鬼竹の仲間は 鬼の角のようなイボを備えたキノコであることからその名で呼ばれる。鬼フスベは大きなコブに見えることからその名で呼ばれるが、禁煙種と比較しての名付けかどうかは不明である。また、鬼格好の禁煙で一際大きなものにつけられた、大鬼格好のように、鬼に王を重ねる例もある。実際、この鳥は格好類の世界最大種である。 鬼バスの近縁で一際大きな別族として、王鬼バスがあるが、鬼バスの鬼が大きさ比較に関わっていないため、大きさ比較の二段重ねではない。王とは反対に、こう重ねる例もあって、鬼ユリの近縁種を、公鬼ユリと命名したのはこれにあたる。鬼を上回る大きな種に対しては、近代以降に加わった慣習名であるが、殿様、王様、大王。 皇帝が用いられる。なお、生物革命はギリシア語を原則的語構成要素として、ラテン語体系で造語するよう規定されているが、和名における鬼とも通じるようれ方をすることして、種称名ダイアバリカスがある。この語には、魔の大きく荒々しいなどといった意味があり、魔のという意味はさらに日本語風に直されて、鬼のと表されることも多い。強さの象徴として、 鬼殺し詳細は、鬼殺しを参照いくつかの用法があるが、将棋の有名な奇襲戦法の一つでは、鬼をも倒せるという売り文句からこの名がついたと言われる。鬼の格乱格乱は、日射病の故障。鬼のように頑丈な人が、急に体調を崩したような場合、鬼の格乱と表現する。目上の人に使えば、失礼に当たるので注意。 鬼のように波外れたものの意味気のごとき、異能記載は人間とは思われないほどの優れた才能を言い、またそれを備えた人をも言う。鬼を肯定的に捉えた用法の代表例と言える。希望は人が思いも及ばないような優れた計り事を言い、新産希望などと用いる。鬼のごとき人有望な人を鬼に例えて言う。要例として鬼の弁慶霊国で、 無慈悲な人を鬼に例えて言う。妖霊として、渡る世間に鬼はない、心を鬼にする借金取りのことを、情け容赦なく取り立てる様から鬼に例えて言う。再起とも言う。ある一つのことに性魂を傾ける人を言う。妖霊として、仕事の鬼、土俵の鬼鬼キャンキャンバー格が過剰についた自動車、または、その改造。その滝の役回り鬼ごっこやかくれんぼで、 人を捕まえる役を言う。鬼さん、こちらなどと用いる。飲食物の毒味薬菊井。鬼のみ。鬼おろし、鬼おろし、鬼おろしおろし器の一種。歯が非常に荒く、大根などを荒く、会場におろすことができる。おろし器、木おろしで小説。日本鬼後日中戦争時に、漢民族らが日本兵のことを指して、用いるようになったのが始まり。 おにぎり漫画作品、おにぎり十造。漫画作品、ワンピースに登場する架空の剣士、ロロノアゾロの必殺技。ありがとうございます。